って言ったら、あんな簡単なはずなんだって、選ばなきゃいけません。いいですね、選ばなきゃいけませんから、ね、さっき、それ前とか言ったら、ね、はじきまるろって言われて、その上に書いてあるのはイエローウィンドラ、ハーターマグロ、その上に書いてあるのはビッタブルウィンドラ、メバチマグロ、その上に書いてあるのはサウザンブルウィンドラ、インドマグロとか南マグロを言ったりする。その上に書いてあるのはブルーウィンドラ、それはって言ったらブルーウィンドラ、OK、全然違いますからね。下が安い方、どん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 上に行って高い方、ハイプライス、ロープライス、値段違いますから、ね、で、頭が取れたんで、せーの、よいしょ。わかりましたね。なので、マグロくださいってマグロ屋さんに言うと困っちゃいます、ね、何マグロってすぐ言われます。その次確実に言われるのがこれ、ね、フレッシュはフローズ、生と冷凍とあります。この後ね、お正月マグロ食べたいって言った時に生マグロ買っていくと多分持たないです。で、色がおかしくなっちゃいます。こちらは冷凍なので、こっちハイプライス、こっちロープライス、なんでって言ったら、こっちエアカーゴで来ます。世界各地から飛行機飛んできます。こっちはあったら船で来ます。船代と飛行機代どっちが安いですか？船代です。そういう感じです。もう一個気をつけなきゃいけないのがワールドオフレファーム、2つあります。こっち天然、こっち、養殖なので、どっちかによってまた値段が違います。ロープライス、ハイプライス。なのでマグロ買うときは組み合わせね、この組み合わせ、どの組み合わせによって値段っていうのはすごい変わっちゃいます。でですね、一番いいのはワイルドフレッシュブルーフィンテナ、これはナンバーワン、一番いいやつって言われてるやつです。で、これはって言ったらワイルドフレッシュブルーフィンテナ、 OK。 そういう風にして魚違ってきますからね。で、今彼がやってるのがですね、マグロ1匹をですね、4分の1の塊に切っちゃいます。4分の1の塊、ね、チャラララララチャラララララチャララ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 ラいい、よし、あっ微妙なやつになってた。これちゃんと隠れてます、隠れてます。なので曲がったり止まったりするときだけ出てきます。で、こっちがみんなが知ってる、簡単に言うと背中の方になります。背中ね。じゃあこっち側って言ったらお腹側になります。で、脂が乗ってるのどっちですか？背中ですか？お腹ですか？お母さんお腹ね。なのでこっち買っていくと赤身と中トロだけです。こっち側買っていくとお腹の方なんで赤身、中トロ、大トロ食べれます。ちょっとちっちゃいんですけど分かりますね。すき身とか言ったりするのありますね。中落ち、ネギトロ、ここですね。チーズライソン身、ポン作れば、その上に書いてあるのが赤身、リンミノーバディパン、その上が中トロ、中トロノーバディパン、その上が大トロ、ベリーバディパン、その上に書いてあるのが釜トロ、なかなか食べたことない人多いです。生の天然の釜トロとかなかなか食べれないですからね。はい、ネックの部分ね、ここ、その上に書いてあるのがブレイン、プラブレイン、脳天、これもちろんロープライス、ハイプライス。なので
プリーズギブミトロって言われたら I don't know 中トロ、大トロ、カマトロ、スリーパー分かんないです。なのでちゃんと中トロください、大トロください、カマトロよこせよ言ってもらうと助かります、はい、できましたか。でこれですね、特別に大サービス、通常であればとても高いんですけど、なんでって言ったら、ベンツフェラーリクラスですって言うと、ホーマっていうことでそうなっちゃいます。もともとのセグネっていうのが高くなっちゃいます、それだけで。なので、まあ、この大きさ買っても結構な金額でいけます。まあ、それを食べやすいようにカットして、一作で赤身が3000円、中トロ4000円、大トロ5000円で販売します。なのでよかったらこれおろしたて食べてみてください。一応彼が今やってるのが探りながら骨を避けながら包丁を入れてます。でここに背骨があるんですけど、背骨って通常こういう向きに生えてます。背骨の他に垂直に中骨っていうのが生えてます。その中骨をこっちの背中の方につけていかなきゃいけないんですね。それがスケルトンボディだったらもう簡単に、あ、避けて避けて避けて切れていけるんですけど、見えないのでタッチしながら探りながら、ね、包丁入れてます。この作業を失敗すると価値ゼロになります。一応彼はこの道3日のベテランになります。苦笑い。マグロ以外何でも下ろせるんですよね。マグロは修行中です。なので今日の大間のこの牧場のマグロ彼に預けましょう。お送りしてるんだったから。でじゃあこの大きさっていうのはどうなのって言ったら、マグロ大きさじゃないんです。マグロ大きさじゃないんです。でマグロもそうなんですけど、人もそうなんですけど、人によって個体差ってあります。油の乗り方、じゃあ彼と僕どっちが油乗ってますかって言ったら、多分一目瞭然ですけど、じゃあ僕70キロあります、彼60キロちょっとしかないんで、油の乗り的には実は嘘つきました、73キロあります。なのでこのマグロ自体も骨の付き方も油も違います。なのでまあそういうところでトレーニングをして、今修行してるっていうところですね。で最後ここで準備が終わったので、はい、この長い包丁を使っておろしていきます。特徴がですね、とっても柔らかくなってます。一回これ生の、マグロなので、これ持ち上げる、これで背骨がまっすぐになります。この状態まっすぐ、背骨まっすぐ、でも重さで背骨も丸くなってるんで、この皮の包丁を使って下ろしていきますよ。じゃあいきますよ。3、2、1、オッケー。3、2、1、よいしょ。一応こんな感じ。ここの部分が大トロになります。大トロ、見えてるところが赤身になります。見えないところが全部中トロになります。
はい、この骨が背中にバッチリついてるんで完璧です、ね、これを探りながら包丁を入れて探しながらやってました。一応ですね、これ最後に釜を取って、まあまあ、ちょっと仕事に戻りたいと思います。店長、カマ取って大丈夫ですか？もう一丁待ちです。よかったら美味しいの食べてください。ありがとうございました。